こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、ハッシュ制限の手付金額の制限と、手付金と保全措置の関連問題について、理解していない方が非常に多いので、この点を解説させていただきます。ぜひあなたもこの部分理解できているかどうか確認していただければと思います。で、どういった内容かっていうと、まず A さん、これ売り主業者です。で、B さんは買い主で宅建業者ではありません。で、売り主業者は未完成の宅地、土地を2000万円で売却しようと考えております。そして売り主業者 A 社は保全措置を取った上で手付金500万円、これを受領することは可能なのか、それとも可能ではないのか、この手付金を受領したら宅建業法違反になるのか、それとも宅建業法違反じゃないのか、これを考えていただきたいです。で、一応ですね、5%、20%、代金ですね。代金の 5% は100万円で、代金の 20% は400万円ですと。いうことも一応、書いておきました。いかがでしょうか？これ、迷う方多いんじゃないでしょうかね。ただ、これは理解をしていれば、簡単に解ける問題なんですね。そのポイントって何なのか、理解している、していないの違いって何なのか、ここをお伝えします。理解している方っていうのは、手付金額の制限と手付金と保全措置のルールは別々なんだ。そしてどちらも宅建業法に違反しない時に限って違反ではない。どちらか一方でも違反している場合、またはどちらも違反している場合、これは当然なんですけども、その場合に限って違法なんだと、宅建業法違反なんだというふうに理解していれば正しいです。これを理解できていればこの問題は解けるんですね。つまりどっちも違反してないとき、初めて宅建業法違反じゃないっていうことなんですよ。ここを理解していない人が非常に多いんですよね。だから、この問題、答えは宅建業法違反なんですけども、保全措置を取ってるから、これ2割を超えてもいいんじゃないのって思ってる方いるんですよ。これは違いますよ。これ2割超えて受領するっていうことは、手付金額の制限にこれ違反するわけなので、だから宅建業法違反ですよ。こっちにはもちろん違反はしません。保全措置取っているから違反しないけれども、こっち違反してるわけだから、この部分で宅建業法違反になるということなんですよ。ここをちゃんと頭に入れてほしいんですね。で、一応念のため保全措置については、これ宅建業法違反じゃないっていうことをお伝えします。これなぜかというと、未完成物件の場合っていうのは、原則ですね、保全措置を取らないと、手付金だったり中間金って受領しちゃダメなんですね。ただし、未完成物件の場合、手付金額の 5% 以下、かつ1000万円以下の場合に限っては、例外的に保全措置が不要になってくるんですね。で、今回、5% 以下じゃないですよね。5% っていうのは100万円です。100万円より多く手付金を受領しているわけだから、これは例外には当たらないということです。つまり原則通り、これは保全措置を取らなければいけませんよ。っていう内容なんですね。だから今回は保全措置を取っているから、手付金と保全措置のルールについては宅建業法違反ではないですよっていう話です。ただし手付金額の制限、こっちに違反してるから全体としてはもう宅建業法違反になっちゃうんだということになるということです。これも試験に出やすい部分なんで、ぜひですね、ちゃんと理解した上で頭に入れていただければと思います。もしこの問題で悩んだっていう方は、理解学習ができていませんので、ぜひですね、理解学習意識しながら勉強していただければと思います。個別指導ではこのように理解をしながら学習することを行っておりますので、理解学習をして勉強したら勉強した分だけ実力を上げたいという方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。